皆さん、こんにちは。スクウェア・ニックス・ヨーロッパのビクタ・ー・チューと申します。本日、国際ビジネスにおける k y 式日本語に関する問題、コミュニケーション問題について話したいと思います。2010年9月、夢が叶って日系ゲーム会社に入社をしました。仕事では日本人をはじめ、イギリス人、ドイツ人、フランス人などのさまざまな国籍の同僚がおり、 国際的な環境で働いています。役割はヨーロッパチームと日本チームとやり取りをしますので、明確なコミュニケーションがとても大切なことです。しかしたとえ英語と日本語ができても、明確の英語と日本で一つの大きなコミュニケーション問題があります。それは KY、つまり空気が読めないという問題です。 これがが原因で誤解が生じやすす。くなってしまいまいそれではどのようにしてこの問題を乗,乗り越えたらよいのでしょうかさてまず KY とは何でしょうか確かに KY というのは空気が読めないの省略ですが詳しく説明すると場にふさわしい雰囲気が感じられないということです。日本では空気を読む ということは、和とを飛ぶ日本人特有の行為の一つであり、特にビジネスにおけるコミュニケーションや人間関係に活にし,していくためにはとても必要なことです。つまり、争いを避けることが空気を読むことの目的なのでしょう。しかし、英語には、KY に似たような表現はないと思います。さらに、ドイツ語にもフランス語にもありません。 空気を読めるということを尊重する日本人とそういった概念のない外国人が円滑なビジネスコミュニケーションを求める場合どうすればよいでしょうかまず外国人は日本語より日本のビジネス文化を学ぶことが必要ですどんな外国語でもビジネスレベルでスムーズに話せ,話せるようになるのには非常に時間かかります しかし、ある国の文化のを理解するための時間は比較的短くて済みます。私の場合、日本のビジネス文化を理解するのに、日本人論の最初から最後までを読んだわけではなく、経験を積むことで学んできました。例を挙げますと、新人の時、日本本部のダイレクターが,ヨー,ロッパがヨーロッパの部長に主張でやってきました。そして私は そのディレクターにあるビジネス計画を提案しました詳細,をす詳細を説明した後ディレクターはうーんこれは面白いですがただやはり今のところちょっと難しいですね前向,きに前向きに検討しますと答えました <laughs> 翌日日本人の部長が クター昨日はよく頑張りましたねでも企画書の件はちょっと残念でしたねと励ましてくれました、うん、KY の私はちょっと驚きまして今のところ実現できないのはよく分かりますが将来はできるかもしれませんよねどうして残念なのですかと誤解してしまいましたそこでは部長はディレクターの答えが完全な断りであるということを説明してくれましたその経験から私は 日本,人日本人特有の断り方が理解できるようになりその結果指定の場面の空気が少しは読めるようになりましたしたがって文化の知識が国際ビジネスコミュニケーションの重要な要因となり空気を読むことを学ぶのは無理ではないと言えるでしょうしかし私たち外国人がいくら日本人の空気を読もうとしてもそれが全くできない場合もあります コミュニケーション活動に進めるためにも特には日本人が空気読んであげても良いのではないでしょうか特に私たちにとって分かりにくいのは日本人が沈黙で回答をするときです例えば会議のときですヨーロッパチームととの会議では計画の提案について意見が分かれていましたみんなそれぞれの意見を 交換し合いますが日本人の同僚が会議中一言も言わず感想を聞いても誤りしか答えませんでした <laughs> 賛成しているから何も言う必要がないというイギリスの調子がありますがこの場合は反対していますという空気を読んでほしいがために結果として双方に方に。 誤解が生じてししままいましたそもそも会議の目的はみんなの意見を聞くことであり伝えたいことを伝えなければ会議の意味がなくなってしまいますつまり無なな会議になってしまいまいす確かに日本人のみの会議があればお互,いの空気をお,お互いの空気も読めるはずですが国際的な環境の場合では自分の国の上司が当たり前と思ってしまってはいけません。 日本人の考え方を理解するために日本人の通りになぜ会議中何も言えなかったのかと聞きました答えは賛成している人が怒るからはっきり反対しているなんては言えないよというものでした <laughs> 確かに衝突,回避を衝突回避は日本文化の輪の一つですがここまで避けるのは 空気読みすぎるると言えるのでではないでしょうか。要するに外国人が KY というよりも今回は日本人が KYS つまり空気を読みすぎると言えるでしょう。良 <laughs> い人間関係を保持して波風を立てないのもビジネスの重要な点の一つですがただ沈黙するだけで、ま、なかなか前に進みません。一方で丁寧にに、明確に 自分の意見のスタイルと人間関係やコミュニケーション不足による問題が避けられるかもしれませんビジネスそのものはすでに複雑でありそこに異文化や異なる言語を入り込めばその複雑さはさらに増や,増やしていくでしょうですから空気を読むということを避けるさですから空気を読むということをしすぎなければ 国際ビジネスにおけるコミュニケーションは少し明確になるかもしれません。もちろん日本の常識が良くないというわけではありませんがお互いの偏見のない態度が必要不可欠です。何が非常識か何が常識でそれは人によって違いますから相手が誰であっても自分の言いたいことを理解してもらうための最善の方法を考えるべきでしょう。 コミュニケーションは一方通行では成り立ちません。相手の伝え,伝え方だけではなく、相手が何を言いたいのかをしっかりと理解することも必要です。そのため、相手の文化や言語などの背景が分かれば理解しやすくなるかもしれません。外国人の皆さんへ、もう少し日本語や日本の文化を勉強してみませんかそうすれば日本人の空気が 少し読みやすくなるかもしれません日本人の皆さんへ空気読みすぎるのはやめにしませんか <laughs> 時には相手に言わせて言いたいことを明確に説明してみはいかがでしょう今日世界はどんどん狭くなってきていますそして日本人とヨーロッパのビジネス協力は以前よりも必要となってきています この世界的な不景気の中でもより良いコミュニケーションができればこの関係は素晴らしい将来へ進めていけると思います。皆さん、お互いに協力して、KY の問題に乗り越えていきましょう。ありがとうございます。